まあ、いつどこでですね、遭遇するかわからない天変地異、まあ、何がすごいのかっていうと、この時計ね、回転計算尺がついているところです。真っ暗くすると、はい、結構光ります。いつもご覧いただきありがとうございます。少女時計店ゴーダです。時計販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では身の危険に備えておきたい時計、こちらについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ショービド時計店日曜日勉強会、はい、今回は身の危険に備えておきたい時計、こちらをですね、まあ、3つほどご紹介したいと思います。まあ、いつどこでですね、遭遇するかわからない天変地異、まあ、日本だけじゃなくですね、世界中どこにいても、まあ、この誰でも、いつでも襲ってくる可能性があるというこの天変地異なんですけれども、いざという時に、まあ、備えておく必要があるというわけなんですが、まあ、今回の動画ではですね、いざという時に持っておきたい、備えて持っておきたい時計とですね、こちらを独断と偏見にて選ばせていただきましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。こちらに3点ほど時計を用意しました。まあ、一つ一つ見ていきましょう。まずはこちら、アビエイターのMIG29、こちらのですね、クォーツクロノグラフになります。まあ、何がすごいのかっていうと、この時計ね、回転計算尺がついているところです。こちらの左リューズの方をですね、操作すると回転計算尺が回るんですけれども、これを使うことによって何ができるのかと言いますと、簡単な計算ができるということなんです。本来はですね、この回転計算尺を使って目的地までの燃料の計算であったりとかですね、距離の計算なんてものを行うんですけれども、こちらを使うことによって、まあ、足し算、引き算、掛け算、割り算と、まあ、簡単な計算はこちらで行えるということもあるので、まあ、いざですね、まあ、スマホを持ち歩いてたらできるという方、声も聞こえそうなんですけれども、スマホが必ずしも身の回りにあるとは限らないので、まあ、腕に巻いている限り腕時計というのは離れることがありませんから、まあ、こういった時にいざ使える計算ができるものというのも一つ備えておいてもいいのではないでしょうか。ではお次。まあ、もうこのチャンネルをですね、ご覧の方は言わずも知れた MTM なんですけれども、MTM のこちらはファルコンとなります。まあ、もう聞かずと思ったんですけど、すごいのはですね、やっぱりこうバックライト。はい、1段階押すとバックライトなんですね。この状態で見るとなかなか分かりづらいんですが、真っ暗くすると、はい、結構光ります。で、もう1段階押すと、はい、一瞬こううっと直視できにくくなるぐらいですね、明るいのはこのライトなんです。このエクストラライトを使うと手元のですね、暗いところなんかだいたい照らすことができます。まあ、このように点滅で周りにですね、自分がいることを知らせることもできますし、こちらはバックライトがつきっぱなし、そしてもう一段階押すとこちらのエクストラライトがつきっぱなしと、電池が切れるまでこちら続きます。まあ、電池が切れるという声がすぐ聞こえてきそうなんですけれども、この MTM のファルコンに関しましては、付属の充電器で充電が可能と。まあ、いざで、ね、そういうトラブルに遭遇した時なんか充電なんてする余裕ないと思いますが、まあ、常日頃から電池を満タンにしておくことによって、いざという時にこのライトが役立ってくれると言えるでしょう。お次、こちらですね。まあ、こちらの時計も、まあ、前から動画をご覧の方にはもうご存知かと思います。ビクトリノックスのイノックス、まあ、本当にあのアナログではですね、最強クラス、まあ、130もの耐久テストをクリアした時計でして、まあ、もう人間よりも長持ちするんじゃないかなというぐらいですね、どこに出ても耐えられます。まあ、よく店頭なんかでも僕もこの時計、まあ、実物なんですが、これをよくお客様の目の前で時計投げて落下させてですね、やっぱり針は外れないし、まあ、頑丈な時計ですよっていうデモンストレーションをさせていただいてます。まあ、現在ですね、こちらのモデルはブレスレットは廃盤になって、ブレスレットがあるのは自動待ちモデルとかですね、ダイバーズモデルに変わっちゃってるんですけれども、まあ、ラバーでも
十二分な耐久性を誇ってくるので、こちらもおすすめな時計と言えます。バンパーつけることによって顔も変わりますし、バンパーつけずともこのままでもですね、スーツなんかでも似合いますし、まあ、カジュアルなジーンズとかでも OK です。つまりオールマイティに変えるのはこういったモデルと言えます。はい、あとは番外編としてですね、こういったこちらですね、トルティスのバイコンパックス、フリーガのバイコンパックスなんですが、自動巻きモデルで、クロノグラフというのはあらゆる環境でやっぱり時間の計測ができるというのが一つのメリットです。まあ、日常生活においてはですね、そんなに計測を求められないとしても、やっぱりいざという時何かあった場合はですね、ちょっとした時間計測っていうのは後々役に立ってくれます。まあ、しかもですね、先ほど紹介した3点はクォーツなんですが、こちらは自動巻き、つまりゼンマイをきちっと巻いておくことによって電池のように切れる心配はないというのが機械式の特徴でもあります。ゼンマイを動力源としているので、まあ、いざという時でも動いてくれるのが機械式のメリットと言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。まあ、3点ほど紹介させていただいたんですけれども、やっぱりですね、いざという時に、まあ、本当に予測できないんですよ、この天変地異というのは。関西圏で言いますと、やっぱりこう1995年1月17日ですね、まあ、あの本日は1月15日なので、あさっての1月17日というのは阪神大震災が発生した日となります。まあ、やっぱり地震というのはですね、いつ来るかわからない、まあ、朝の6時台ですか、まあ、本当にまだ人が寝ている時間、まあ、僕もその頃ですね、学生でしたので、その時間、まあ、地震の振動でですね、まあ、こう部屋が揺れたので、起きたのを思い出します。やっぱりこういざ来るので、いつ何時備えておく必要があるのか、本当にもう読むことができないです。まあ、そういうことであって、やっぱり、まあ、携帯なんかもですね、スマホなんかも持ち歩いているんですが、いざという時はやっぱりこう電波が使えないとか、そういった状態にも陥りますので、まあ、日常的にそういう電波とも関係のない時計を持っておくことによって、時計が一つの安心できるツールと変わる場合もあります。なので、まあ、日常的に、まあ、時計を身につけて腕に巻いておくことによって備えとなりますので、そういったものも一本持っていただくことをお勧めします。はい、やっぱり命優先なので、まあ、いざという時にですね、助けてくれる時計というものも備えておく必要があると言えるでしょう。はい、それでは今回の動画は以上となります。また先日エポスの懐中時計を買えてあげのお客様、ありがとうございました。エポスの 2090GPBKN、 こちらなんですけども、黒と金の組み合わせがなかなかゴージャスで、本当に定番としてずっと売れ続けているモデルなんですが、いざ持ってみてもですね、腕時計で、まあ、金キラーって言いますか、金っていうとなかなかギラギラしたイメージがつきまといますけれども、懐中時計に関してはですね、金を持つことによってより映えます。なのでかなりかっこいい時計と言えます。はい、それでは今回の動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。2023年2月11日12日の土日に、3年ぶり秋葉原にて懐中時計展示会を開催いたします。実物を見ながら、まあ、お話もしながらですね、時計の魅力をお伝えできればと思いますので、ぜひこちらご予約をしてご参加いただければと思います。詳しくはですね、当店のサイトにも掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。実際にお会いしてお話をしましょう。よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。こちらの動画が参考になりましたら、高評価だったりチャンネル登録、コメントもどしどしお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。